君が悪いな。今はどこでも君が悪いぞ。気にするな。
まあ、こんなもんか。なんだろこれ。駅か。人もいないし電車も来ない。町が死んでる証拠だ。君が転送した例の数が1万人を超えたぞ。けど喜ぶのは早い。まだ全体の 5% にも満たない。引き続き頑張ってくれ。
ラブハチだよ。渋谷のマスコット。再開発したって今の東京じゃ意味ねえな。
でかいだけじゃなさそうだ。よし、死者も出てね、カッパのせいだってよく言われたよ。何してんだ、考え事か。僕の考えてることはわからないのか。なんとなくしかわからん。それならよかったよ。キュウリだけ持っていてもな。こういうの意外と買っちゃうんだよな。さっさと行くぞ。そしたら
らお尻からなんか抜かれて動けなくなっちゃった。尻小玉を抜かれたな。カッパにちょっかい出すからだ。俺が取り返してやる。キュウリはあるか？うん、持ってるよ。よし、これでカッパを呼び寄せるぞ。出た。どうすればいい？キュウリを食い始めるので隠れてます。キュウリ食ってる時が狙い目だぞ。焦んなよ。霊視してあいつの向きを探るんだ。警戒心が強いな。しばらく隠れてないとダメだね。出た。どうすればいい？キュウリを食い始めるので隠れてます。キュウリ食ってる時が狙い目だぞ。焦んなよ。霊視してあいつの向きを探るんだ。心が強いな。しばらく隠れてないとダメだね。理不尽。出た。どうすればいい？キュウリを食い始めるので隠れてます。キュウリ食ってる時が狙い目だぞ。焦んなよ。霊視してあいつの向きを探るんだ。
近づくんだ。魂は常に肉体に寄り見にくく歪められる。哀れな理不尽に魂が肉体に連れとなり、その地位を。ほら、お前の尻子玉だ。もう動けるだろう。肉体を。本当だ。もう妖怪にいたずらしちゃダメだよ。優しいじゃん。あ？気のせいだよ。また買うしかねえな。よし。終わりだ。このエレベーターはまだ使えそうだぞ。注意しろ。あいつから生々しい力を感じる。してるじゃねえか。順調だ。
気になる場所は力を使って調べてみろ。社に何かないか調べておけよ。立ち当たりだな。お札か、これも使えそうだ。手に入れたお札を試してみる。
台に行くぞ。あそこならこの辺りを見渡せる。状況もわかるか。手っ取り早く外から登っていくぞ。使えるものがないか注意を払え。この辺も変わっちまったな。昔を知らないから何とも言えないよ。ガキとは話が合わねえから困るよ。
もっと救わなきゃ。上だな。やれている。だがまだ気を抜くんじゃねえぞ。そこに何かあるぞ。それでいい。なかなか似合うじゃねえか。よし、町を調べてみよう。双眼鏡がある。あれで見てみるか。
あいつ、さっき見失ったやつだ。地下に降りていったな。そこに奴らの拠点があるのかも。何回も逃がしてたまるかよ。おうぞ。息はしてないだろう。あ、本当だ。白い布か。何だろう。霊に干渉できるってことはただの布じゃないな。お願いだから何とかしてよ。出ないとまた襲われちゃうわ。襲われたって死ぬことはねえと思うぞ。けど調べてみる必要はありそうだな。
KK、あそこ。嫌がった。一旦もめのやつめ。あいつはこっちを気にしていない。あとは動きが止まるまで全力で追いかけるんだ。